オラー、ブエノスディアス。はい、今日はですね、前回、購入しました、こちらの、楽器、アンデスの民族楽器になります、サンポーニャ、こちらになりますの、ミニになりますね、こちらは、これを早田さんと2人で、買って今、首にかけて、このようにアクセサリーにもなります。そして音はこんな感じになりますね。っていう感じで音が出ます。これ何ですかね、竹じゃなくてよくわからんけど、まあ、そんな材質でできてます。で、これもあの音遊びで取り入れて遊べたらいいなと思うので、これからも練習していきます。ちょっと練習します。あれ、なんか音がする、すごい音がする。出た出た、ほら、ブレスティエス、ブレナスティエス、ブレスティエス、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス。皆さん、こんにちは。私の持っているものはすごいですよ。ミスターワタルの、はい、サンポーニャの、はい、ミディアムタイプ、はい、見てください。こんなに大きさが違います。比較します。ミディアムタイプです。これは私が宅急便で取り寄せました、はい、ペルーの民芸品だそうです、はい、音も結構いいですよ。全然違います。今聞いてびっくりしました。はい、お願いします。こういったようにこう、なんていうか趣深いというか、そうですね、異国の楽器とは思えない、はあ、とか材質が竹ですから、はあ、日本のね、こう尺八のそんな感じもして、はあ、すごくまだいい音色ですね。そうなんですよ。これがサンポーニャですね。サンポーニャです。うん、はい、ついに来ました、本物が。来ました。ついに本物が来ましたよ。もっとね、まあ、大きいのも欲しいですけど、はい、まあ、これでもね、本当十分音が出ますし、はい、だからこれで、すごい大きい音しますね。で、これでしっかり、はい、音を出していって、そうですね、音を楽しみたいと思います、はい、はい、そういうことでね、はい、皆さんも興味を持たれましたら、はい、こちらの方を、サンポーニャ、はい、ミディアムタイプ、サンポーニャミニと、はい、あとキエナが、キエナ、これ音がむちゃくちゃいいですんで、これ全部音がいいですね。優れもんですよ。はい、ぜひとも自分で購入してください。はい、はい、じゃあ今日はそれではね、はい、うん、そういう感じで、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。アスタラプロクシマ、プロクシマ、ムッチャグラシアス、ムッチャグラシアス、イエーイ。